フィリップ・ジャック・バンブリーは、ベルギーの画家である、アントウェルペンで生まれた。兄に、画家で、アントウェルペン王立芸術アカデミーの教授を務めた、マテウス・イグナキウス・バンブリーがいる。アントウェルペン王立芸術アカデミーに入学し、兄に学び、1805年から、アカデミーの展覧会に出展した。1811年に、パリに移り、アンヌ・ルイ・ジロでイコールトリオゾーンに学んだ。 1816年に奨学金を得て、友人のルイリケールとローマに留学し、ローマで活動するオランダやベルギーの画家たちの中で活動した。パリに何度か戻り、ヨーロッパ各地を旅したが、1834年までローマで活動した。その後、ブリュッセルに戻り、ベルギー王立美術館の学芸員を務めた。1871年にブリュッセルで81歳で死去した。 初期の作品は歴史画や建物を描いたものであったが、ベルギーに戻った後はオリエンタリズムの影響が見られ、エキゾチックな雰囲気のある作品を描いた。ありがとうございます。